ラース・アルハイマはアラブ首長国連邦を構成する首長国の一つ。同連邦の北東端にあり、北部はオマーンの飛び地のムサンダム半島に接する。主要都市は首都であるラース・アルハイマ。都市人口は19万1753人。ラース・アルハイマ国際空港がある。かつてはペルシャ湾の貿易に従事する海運国だった。 現在では農耕を主産業とし、夏目屋市や野菜や果物を生産する。1972年、他の連邦構成国の中で遅れて最後に連邦に加入した。ドバイから約 130km という地の利を生かして、ラースアルハイマ自由貿易ゾーン www.rakez.com が設けられ、経済発展が見込まれている。アラブ首長国連邦の 各市長国12月の平均気温は、摂氏16度から25度、7月は30度から40度だが、夏季は50度に達することもあり、湿度も高い。冬季に雷を伴う豪雨が稀にある。石油を産出しないため、経済は連邦予算に依存するところがあるが、漁業、農業のほか、不動産、観光、建築資材、ハイテクなどの産業もある。 交通手段として鉄道はなく、低料金のバスに加え、国内と近隣連邦諸国へ、タクシーの利用が盛んである。http//www.wrldstatsmen.org スラッシュユナイテッドアラブエミレーツ html アルケありがとうございます。